1995年ロシア会員選挙はロシア連邦議会の会員の選挙。1995年12月17日投開票。1993年制定の選挙法は1995年選挙に合わせて若干の修正が行われ各政党。選挙ブロックは比例代表選挙に登録するために選挙前に遅くとも6ヶ月前には 司法省に登録が義務付けられた。また、登録時に必要な名簿有権者数は10万人分から20万人に引き上げられた。出典ロシアの現況1996財団法人ラジオプレス第2期会員選挙結果より、議席数が多い順に掲載。なお、議席数が同数の場合は、得票数が多い順に掲載した。 選挙結果、選挙にあたっては、61カ国、993人の選挙監視人が登録された。また、全欧安保協力機構は434人の大選挙監視団を派遣した。マイケル・エマーソン駐在ロシア欧州連合大使は、選挙監視活動にあたり、選挙は自由かつ公正に行われたと言及した。AB ・ ありがとうございます。